タロ散歩チャンネル。おはようございます。本日2023年の1月3日火曜日、北海道&東日本パスの旅は、今日で6日目になっております。ここは仙台駅、最近東口になんかヨドバシビルみたいなビルが建ってて、春には開業するみたいですけれども、今朝の7時50分ぐらいです。で今日はですね、青森か函館ぐらいで今日は終わりにしたいんですけど、多分青森で終わりになると思います。ただね、東北本線 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道、これを北上するだけじゃ面白くないので、今日はですね、まず気仙沼線のちょっと BRT、 震災の関係で鉄道を復興するにはお金がかかりすぎるということで、じゃあそこを鉄道の代わりにバスの専用線を敷いてバスを通そうというふうに、そういう復興のさせ方をした路線があるんですよ。それがね、気仙沼線とかあの辺なんですけれども、今日はその気仙沼経由で青森の方に向かいたいと思います。本日も何卒よろしくお願いいたします。もう仙台は泊まっただけという感じで、足早にもう行ってしまいます。北海道&東日本パスも6日目、7時53分小牛田行き1番ホーム、こいつに乗ってまず小牛田まで行きたいと思います。最初は東北本線、もうちょっと早起きできれば石巻経由とかで、ね、松島の海岸を見ながら行こうと思ったんですけど、さすがにちょっと昨日12時ぐらいにこっちに着いたら、さすがにそこまでなんか体力が残ってなかったので起きれなかった。あ、これですね、お客さんはそんなに乗ってないや。これに乗って小牛田にまずは向かいたいと思います。これちょっと小牛田駅です。相変わらずこの小牛田というのが何県の何市なのかいまいちよくわかんないんですけれども、今多分字幕に出てると思いますけどね。でもうここからは後藤の乗り換えラッシュで行きたいと思います。もうあと5分ぐらいしたらば石巻線という路線がありまして、こっちの方に今日行きたいと思います。さっきも言ったんですけれども、これからね、我々は BRT 基本乗りに行きますんでね、気仙沼線の BRT、 それに乗りに行くためにはですね、石巡線の女川行きというのに乗って、なんか違う、前安ってところで降りるんです。8時45分発の女川行きに乗りたいと思いますが、この4番線に止まっている列車に乗れば良さそうです。結構お客さんも乗りそうですね。これに乗ります。前谷地駅です。前谷地から今度はこちらの気仙沼線というのに乗って、柳津ってところまではこれ鉄道で行きます。で柳津からね、今度バスになるんですよね。ということで、我々これから前谷地から柳津まで鉄道に乗っていくんですけれども、実はですね、この区間に関しては BRT 実は走ってるんですよね。前谷とこの柳津の間、鉄道だと何駅かあるんですけれども、 BRT の場合はノンストップで走る、そういった便があります。
次の駅が野々岳駅、まあ、野々岳っていうのもなかなか面白い名前で、まあ、どんな山かなと思ってこの時列車に乗っていました。野々岳駅に到着して、そしてちょっとわかるかな、画面の左の方にポコッと出た山があるんですけれども、これが野々岳です。柳津駅です。ここからまあ BRT バスになるので、このように線路は当然途切れております。でここから先はもう何人かの方そちらの方に行かれてますけれども、ここからバスに乗って、そしてひたすらまっすぐ今度はこの道を気仙沼まで行くという感じです。もともとここはこの線路が伸びていたんですけれども、まあ、今から十数年前の東日本大震災で、まあ、壊滅的な被害を、ね、この沿岸受けまして、でこの線路を敷いて復旧させるよりは道路を舗装して、でなおかつバスで通した方が、まあ、費用面も浮くし、まあ、合理的であろうということで、この BRT バスの形で復旧することになったということです。まあそこでね、もうバスは待機してますので、これからこれに乗りますけれども、結構ねお客さんいるんですよ。駅の出口はこっちにあるんですけれども、バスの方はこちらから乗り換えてくださいということなんですよね。気仙沼線 BRT 静岡気仙沼方面、北海道&東日本パスもねここに書いてますけれども、 BRT はご利用できますというふうになってるんです。これがずーっと昔は線路が走っていたけれども、今はこういう感じで BRT 専用のこう路線になっているので、他の車に邪魔されて渋滞するとかそういうことはないんでしょうね。ということで気仙沼線 BRT 柳津駅を出発いたしました。ちなみにこの気仙沼線、先ほど乗り換えに使った前谷地駅から気仙沼駅まで営業キロで 72.8 キロあります。バスはここから専用道を離れまして一般道を走ります。ちなみにここの駅の名前が陸前戸倉駅、一般道は海沿いを走ることが多いので、こんな風に南三陸の海の眺めを楽しむことができます。まあ、さらにこの日はまあ天気が良かったので、まあ、なおさらなんか海の眺めが良かったですね。さてこれから南三陸町の市街地のいくつかの場所にバスは止まってまいります。まず最初こちら南三陸三三商店街がありますが、その横にあります静川駅に止まります。鉄道の静川駅もここにありました。なんかタコがいっぱい並んでますけれども、ここはなんかたこ焼き屋さんらしいですね。ここにもツルハドラッグがあるんですね。というこのツルハドラッグの裏を曲がりまして、今度はちょっと小高いところに登ってまいります。
で南三陸病院が見えますけれども、ここがちょうど次のバス停になります。南三陸町役場病院前、この病院も役場も昔は先ほどの静川駅の近くにあったそうですね。東日本大震災をきっかけに現在の高台に移転しました。で次のバス停がこちら、静川中央団地で、これで南三陸町の市街地は終わりで、また再び専用道を走っていくことになります。清水浜と書いて静浜という駅にやってまいりました。ここで気仙沼方面からやってきたバスとすれ違います。まあ、本当は駅とかじゃなくて途中でもすれ違うことができればいいんですけれども、ちょっと道を見ていただければわかると思うんですが、バス1台分ぐらいの幅しか道路の幅ないんですよね。鉄道が走っていた時代も線路が1本しかなくて、途中ですれ違うことができなかったみたいです。だから先ほどのように途中の駅で二股にして、でそこですれ違うみたいな、そういったスタイルを取っていたようです。それが現在の BRT も同じような方法で、途中の駅で道幅を広げて、でそこですれ違うという、そういうスタイルを取ってるみたいですね。でそれはそれとして、随分立派な水門がありますね。でも至る所、水のあるところに防潮堤ありみたいな感じで、しっかりと津波対策が取られておりますけれども、まあ、それもそのはずで、この南三陸のあたりは、まあ、10年ぐらい前の東日本大震災もそうですけれども、昔から津波の被害で悩まされていたところですのでね、まあ、こういった津波の対策というのはかなりしっかり取られているようです。元吉駅というところまでやってまいりました。時刻表を見た限り、気仙沼線 BRT はだいたい1時間に1本走ってるという感じですね。さてバスは再び一般道を走ってまいります。こちらが大谷海岸駅、今は道の駅になってますけれども、昔は鉄道の駅だった場所だそうです。でじゃあその鉄道がどの辺を走っていたかというと、まあ、ここに道路がありますけれども、この道路から見て海側のところを線路が走っていたようですね。ちょうど今この防波堤、防潮堤になっているところ、ここに線路があったみたいです。さすがにこれは何かあったら危ないということで、まあ、この区間だけは BRT の専用線を作ることができず、まあ、一般道で走ることになったということだそうです。ゴールの気仙沼駅も近づいてまいりました。なんか一瞬お城のてっぺんかなみたいな、あの建物がありますけれども、なんか北海道民の私としてはもう瓦屋根っていうのがすごく珍しいんですよね。あ、ここにちょうどあのほっこり湯っていう温泉もあるので、ちょっと今度機会があったらこれも行ってみましょう。向こうに見えるアーチ橋が気仙沼大島大橋、そしてこちらの社長橋が気仙沼湾横断橋というそうです。気仙沼の海は湾になっていて、湾のこっちとあっちの方に町があるという形になります。
気仙沼食品というなんか食品加工会社らしきものがありますが、この魚の絵からもわかる通り、気仙沼は漁業の町としてもとても有名です。さあ、ということで気仙沼市の市街地に入ってまいりました。ゴールの気仙沼駅まではもう少しです。久しぶりの線路が見えてまいりましたが、こちらが大船渡線で、この大船渡線というのは東北本線の一ノ関からスタートして、気仙沼まではこの鉄道で、そしてこの気仙沼から盛りというところまでは BRT で運行しているという、そういう路線になります。ということでゴールの気仙沼到着です。気仙沼駅に到着して、ここからは大船渡線といって、盛りというところまで行くバスがあるんですけれども、今回はここで終わりにしたいと思います。ちょうどバスがそこの車庫に入りましたね。気仙沼ではたくさんのポケモンの皆さんがお出迎えしてくださっています。特に気仙沼がすごく推してるのはこちらですね。129番コイキング、そこにね、こうずかずかと立ち入るかのようなピカチュウが何とも言いませんけどね。で、この次はですね、我々はこの大船渡線というのに乗りまして、東北本線の一ノ関に戻ります。本当に BRT 乗りに来ただけなんで、今回はで、その時間が12時23分、だから逆に言うと今50分ぐらい時間あるんですよね。寒いため50分ぐらい時間あるんで、どうしようかな。で、今度は BRT は11時57分と11時55分とそれぞれ出るので、ちょっとこの時間は BRT ここで見ておきますか。こういった地震に注意してくださいというポスターと飾られていますね。東日本大震災の時ってこればっかり強調されるんですけども、実はこの2日前に結構大きいマグニチュード 7.3 という地震があったんですよね。だから相当気をつけていたにもかかわらず、2万人ぐらい亡くなったりとか行方不明になったりっていうね、そういう大災害が起きたので、やはりちょっと地震にはね、相当気をつけていかなくちゃいけません。我々もね、今ね、札幌の人間なんで、他人事ではないですからね。で、簡単にちょっと駅前を歩こうと思うんですけど、食べるところが本当に見当たらない。この産魚類のモニュメントはいずれも、気仙沼水揚げ日本一三役揃い踏みの魚ですということだそうです。ヨシキリザメ、カツオ、サザエさん一家かって感じですけどね、カツオとカジキマグロとサメという、もう割となんかどこでも水揚げされそうなものがこの三陸の気仙沼、ここで日本一を誇ってるという、そういうことだそうです。もう今日ね、三が日ですからね、三が日最終日なんで、食べるところあんまり期待はしてないんですよ。ただ駅前にそんな食べるところがあるかってそうでもないですよね。ここでホテルありますけどね、ホテルパールシティ気仙沼ってありますけれども、ちょっとねホテルの食事をするぐらいの財力は今ないんで、まあこの気仙沼駅のコンビニで何か買いますか。そこにニューデイズがあるので、ニューデイズで何か買ってご飯食べて、そして BRT が出るのを見て、でポケッとしてちょっとこの辺歩いて、それから一ノ関の方に行きましょう。ここにも書いてます。気仙沼のシンボルサメ、気仙沼市魚市場にはマグロ、カツオ、サンマをはじめ遠洋近海沿岸の多彩な魚種が水揚げされていますが、中でもサメ類は全国の9割近くを占める日本一の水揚げ港です。
高級中華食材であるフカヒレの生産量も日本一で、姿煮ラーメンスープから最近ではフカヒレ寿司、フカヒレ丼など和風の料理も人気を集めています。レトルト缶詰など お土産品も豊富です。猛火の星は炭とで食べるネズミザメの心臓の刺身、気仙沼ならではの珍味です。猛火の星ってのあるんですね。ネズミザメの心臓の刺身、ちょっと今度機会があったら食べてみましょうね。この気仙沼の駅名もちょっと海っぽいデザインになってますし、屋根をよく見るとやはり漁業の町だなというようなことを表すような魚の絵がこんな風に描かれております。これがカジキマグロですかね。こちらの元吉行きというのが、まあ、我々がさっき乗ってきた柳津の方に行くバスです。反対側のホームにはこの後11時57分発だったかな、盛り、ずっと向こうに行きまして大船渡線の方に行きます。大船渡方面に行くバスなんですけども、そのバスがやってきます。2番線には大船渡線 BRT 当たり行きが到着です。このバスが駅のホームで乗り降りされるっていうのがちょっとこう他じゃあまり見ない光景です。ちゃんと運行会社も JR 東日本ですからね。 JR 東日本だからこそ我々は今回このこちらの北海道&東日本バスこれで乗れるわけなんですよ。ということで柳津方面にバスが出てしまいました。こちらはこれちょうど今盛りが到着したバスです。今度は正式に列車に乗ります。この列車の横をバスが BRT が走るという感じなんですけど、すごいですよね。お待たせいたしました。気仙沼12時23分発大船渡線上り普通列車の一ノ関行き、まもなく発車いたします。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。